アコー組高橋社長の経営者が集い熱く語るラジオ。この番組は他社貢献をモットーに地元大分に貢献、和光組の提供でお送りします。和光組は他社貢献がモットーです。和光組は他社貢献がモットーです。皆様おはようございます。和光組社長高橋貴博です。今日は超ウルトラビッグゲストです。なんと本物のキングコング西野亮廣さんがロサンゼルスから出演してくれてます。1秒が惜しいんでサクサクいきます。はい、そして今回は続編となっています。アシスタントの下村佳穂です。引き続きよろしくお願いいたします。そうでもね、これ全然伝わん、ラジオの聞き方がわからないっていうのって結構ね、10代20代の方からすると普通じゃないですか。ラジオってどうやって聞くのっていう、ここなんとかクリアしたいとこですよね。いや本当そうっすよね。どうしたらいいんでしょうね。いやどうすればいいのかな、攻略が見つからないな。でもね、我々ラジオメインでやってますからね。やってますもんね、すでに。今日もそうですけど、でもあっちじゃないですか、なんかラジオっての良さってやっぱ例えば待ち合わせ場所になるっていうのはあるじゃないですか。一つこう例えばじゃあテレビに出るってなったら、結構よいしょっていう感じでいろいろ許可取りとかしなきゃいけないですけど、ラジオだったらもうノリで出ちゃいましたって許せるじゃないですか。ああ自分も最初そうやった、ね、だからせっかくラジオやってるんだったらやっぱ人と会うっていうのが一番いいんですよね。ラジオやるんで出てくださいみたいなって結構今日もそうですけど、こういう時間が作れるじゃないですか。なかなか普通無理じゃないですか、なんかこういう時間って。テレビだったら無理だし、イベントだったらイベントはもともと大変だろうし、ラジオだったらなんか結構なノリでいけるじゃないですか。いけますね。あれいいっすよね、本当に交流がね深まりますよね。いやそれむちゃくちゃいいっすね。それむちゃくちゃいいっすね。ありがたいですね、西野さんに、うん、こう言っていただけるの、ね。ちなみに西野さん、もう一度ご質問なんですけど、あのスタンド FM さんとかボイシーさんとかにこれ載せさせていただくこととかっていうのは、あ僕はいいですよ。ノルさんは大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、うん、いやしかしあれも楽しみですね、あの西野さんの武道館ライブですね、今度の。そうなんですよ。ありがとうございます。キングコングでやるんですよ、2月の28日ですね、8日ですかね。はい、武道館やる、もうあのキングコングでやるのは多分最初で最後だと思うんですけど、武道館なんかあんまりこう何度もやるもんじゃないなと思ってて、なので最初で最後でやります。もしよかったらいらしてください。いや当たり前ですよ。遠いですけど、ちょっと武道館遠いです。でもなんか面白いと思います。なんか演出とかから結構詰め込むので、特に自分とかはイベントする時っていうのは、なんだろうな、オープニングの演出とかから結構がっつり作り込むんで、照明とか音とか映像とか、なんかそんなん面白いと思います。サーカスのですよね、演出さんは。そうです、よく知ってますね。そうです、そうです。なんか日野さんオタク、上もオタクですからありがとうございます。日野の名前、そう、なんか結構、はい、あのビジュアルが結構好きなもんですよ。あの 見た目楽しいっていうのが結構好きなもんですから、ああいうイベントのオープニングとかってもうガッチガチに作り込んじゃうんですよ。大体それであのイベント、まあ、大赤ちゃんですけど、いつもこだわってね。そう、イベントはね、もうね、チケット完売しても絶対毎回ね、何千万とかで、下手すりゃ何億円って赤字なんですよ。ですよね、西野さんの方は、はいはい、そうなんだから、スタッフ死にかけてます。それぐらいね、でもしっかりねこだわってらっしゃるわけですから。やります。もう嬉しいな、話せて西野さんと。何か本当またご縁がありましたらぜひお会いできたら。もう大分に飲みに行くんで、嬉しい。ちなみになんですけども、大分の印象ってどうですか。あ、好きです。嬉しい。
嬉しい。好きです。うちの先輩の大の字っていうコンビがいるんですよ。おじさん。よく殺して。大の字さんが、大分の出身で、はい、大分のね、あれは佐伯ってとこなんですけど。はいはいはい。佐伯。もう好きです。行きました佐伯。海の幸、山の幸。自慢しになりますので、ぜひ。最近はそうなんですよ、海の幸なんですよ。ねえ。なんかそうそう。だからお魚美味しいんで好きです。美味しい。まさかの佐伯だったとは。本当に。ぜひ。最近意外とお寿司なんですよね、なんかね。うん、そうですそうです。海鮮とかね。そう。いらっしゃる。好きです。ね。あ、行きます。飲みに行きます。ああ、来てください。ハイボール100杯おごりますんで。はい、やったー。いや、お酒苦手でしたよね。大丈夫。いや、飲むの、人と飲むの好きです。あ、本当ですか。一人では飲まないですけど、人と飲みに行ったらもうひたすら飲んでます。あ、絶対行きたい。100杯おごります。マジっすか。マジっす。約束です。ただ酒飲めるんすか。ただ酒、ただ酒です。やったー。やったー。もう予約入りました。ありがとうございます。私も一緒に行く。あ、もうぜひぜひ。やったー。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。ただ酒飲めた。ただ酒飲めた。あ、西野さんもうお時間じゃないですか。西野コンサート。あ、そうだ。すみません。なんか次なんか入って。あっという間になっちゃった。モリゴンさんにきつく言われてますんで。あ、すいません。でも、はい、ただだけ飲ませてくれるっていう約束絶対守ってください。絶対守りますんで。はい。ありがとうございます。やった、嬉しい。逆にありがとうございます。本当ですね。また会えるの楽しみにしていますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいところ申し訳ないです。ありがとうございました。すいません、バタバタしちゃって。いやいや、とんでもないです。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。好きです。めっちゃ好きです。愛してます。めっちゃ好きです。あ、まあ、こんな明るくなかったきた。体がゴミのゴミ人間、煙突町は大騒ぎ、ひどい匂いさ、臭い臭いと生やされて、君は外に弾かれる、一人ぼっちのゴミ人間だけどどうだ、ハートがある汚れを知らない君の目や言葉や背中が、臆病な僕に教えてくれた本当の強さを、ハロ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 ウィンプペプププペル、心優しいゴミ人間、ハロ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 ウィンプペプッププペル、君は僕の友達。
ハロ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 ウィンプペプペプペ煙突町の物語汚れを知らない君の目や言葉や背中が臆病な僕らに教えてくれた立ち向かう強さを。ハロ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 ウィンプペプペプペ勇気を寄せ集めた。ハロ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 ウィンプペプペプペ長い煙の夜に。ハロ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 ウィンプペプペプペ奇跡が近づいてる。ハロ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 ウィンプペプペプペ巡り巡る物語。ハロ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 ウィンプペプペプペ心優しい小人間。ハロ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 ウィンプペプペプペ君は僕の友達。ハロ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 ウィンプペプペプペ奇跡が近づいてる。ハロ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 ウィンプペプペプペ煙突町の物語。ここまでのお相手は2月28日のキングコング武道館ライブを楽しみにしています和光組社長高橋と下村佳穂でお送りしました。そして宣伝です。毎週キングコング in 日本武道館2月28日月曜日、会場は18時、開演は19時、終演が20時30分です。 A 席3500円、 S 席7000円、 WS 席11000円、 VIP 中央席25000円、VIP 前方席2万8000円まで、ダブル VIP 席7万7000円は、秒速で売り切れたようです。なんとあの前回の武道館のサーカスを手掛けた音響さんが今回も仕掛けるので絶対すごいことになると思います。もう二度とないキングコングでの武道館ライブを最高の笑いと体験で記憶に残しましょう。あなたと武道館で会えるのを楽しみにしています。それでは今日も最後まで聞いてくれた皆さん、ぜひ2月28日のキングコング武道館ライブをシェアしてください。さあ皆さん、今日も元気いっぱいいってらっしゃい。2月28日月曜日、キングコング武道館ライブ楽しみです。バイバーイ。この番組は他社貢献をモットーに地元大分に貢献、和光組の提供でお送りしました。一人ぼっちのゴミ人間だけどどうだ、ゴミの体のその奥には綺麗なハートがある。汚れを知らない君の目や言葉や背中が臆病な僕に教えてくれた本当の強さを。ハロ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 ウィンプペプペプペ心優しい子に。